ってはないっすね。晩ご飯を作っていましたけど。さっきまで、よいしょよいしょ。餃子じゃないよね、だって。餃子じゃないね。餃子じゃないね、うん、まあ、そうですね、餃子じゃないですね。はい、まあそんな感じで、昨日はね、なんと皆さん波動があったと思うんですけども、AKB48 を展開中波動会があったと思うんですけど、なんとなんとですよ皆さん、今回チーム4、総合優勝はチーム K だったんですけども、なんと1位を取ることができました。イエーイ、ありがとうございます。その昨日ね、波動があったんですけど、配信見てくださった方が多分ほとんど、いや昨日のね波動こそ絶対ファンの人会場にいた方が良かったわ。うちね、昨日の波動ね、うちのファンの人ね、本当に会場にいなかったの、マジで少なくて、本当に全然いなくて、うち行った時さ、え、私のファンの人全然いないじゃんと思って、いや、いたんちゃいたんだけど、え、マジで本当あの片手が余るぐらいしかいなくて、そう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 、あれだったんだけど、でもなんかその分なんか波動が、なんだろう、当たらなかったはあれな分、アプリのあのゲージ上げるやつあったじゃないですか、あれがすごく、前回の時私初めて出た時全然ゲージが上がらなくて、うわーってなったんですよ。でも今回すごく、私が前日の多分ショールームで、あのゲージ上げるのがどれほど大切なことかみたいな、めっちゃ言ったっていうのも多分あると思うんですよ。言ったけんってみんななんか協力しようと思ってくれたのもあるんかもしれないんですけど、あのすごくあのゲージ上げるのをすごい頑張ってくださってて、昨日ナルと私がペアで出たんですけど、私1回しか出なかったんですけど、ナルのゲージもすごいマックスになったりとか、私のゲージもバーンって上がったりとか、すごくあのしていただいて、いやすごいありがとうございます。そう、会場にファンの人全然いなかったけど、あ、ファンの人配信で応援してくれてんのかなとか思って。すごいあの多分ね、あの昨日ショールームで言った会あって、多分あの入れて合間とかで多分入れてくださった方がこう多分いらっしゃったのかな。あとあの拡散とかツイッターもしたんで、そう、それでこうやってくれた人もたくさんいたのかなと思って、昨日の波動はすごく楽しかったです。だからあとやっぱ2回目っていうのはすごくやっぱ大切でした。一回ある程度のことを学んで、ちょっとね今回いろいろとちょっと若干変わったらしいんですけど、そのなんかシールドの強さだったりとかがちょっといろいろ変わったりとかはしたんですけど、ね、まあ大まかにその何かが変わったってほどのことではないらしくてなんですけど、まあ一回ねある程度経験してるんでわかるし、なんなら前日ね自主練にわざわざ行ったからお台場まで、そう、まあそのせいでね、あの波動当日筋肉痛になったんで、めっちゃこうやってやっとったんですけど、超痛かったですけど、でもなんかやっぱ一回経験しとくのってやっぱ大切だなってすごい昨日改めて思いました。チーム4はねみんな2回目だったんですよ。そう、すごくあの多分ペアリングもすごい良かったのかもしれません。このやっぱペアになるメンバーの相性とも結構あると思うんですよ。こうどういう戦い方をするメンバーかっていうのでこういろいろ変わってくると思うんですけど、あの昨日はナルとペアリングだったんですけど、結構ね多分いいあのアヤミンとナルもめちゃくちゃ良かったんですよ。相性すごい良くて、そうで多分私とナルも割とね相性はいい方だったと思うんですけど、あー巻いた、ちょっと待って、うち最近さマジですーぐ何かしら巻くんだよね。ああ水泣いたな、最悪。ああ、もうああ、あー最悪すぎー。
よいしょ。で話は戻るけど、あ、そう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 、だからね結構ねいい、なんだろう、なんかなんだろうな、私は割となるが結構なんか自分でも言ってたじゃん、ちっちゃいからこのちっちゃいのを生かしてみたいな。で私は逆にでかいので、そうこうなんだっけな、なんかねとりあえずなるが打ってもらって、もうでかいこうおとりと言いますか、なんと言いますかね、このおとりになってもらなって、そう片方がそれでなるに点を取ってもらうみたいな感じでもいいんじゃないみたいな言っとったんですけど、そうだから私は1回目が全然動けなかったんですよ、すごく初めての波動の時はもう打つの必死すぎて動くの忘れるんですよ。だけど今回は結構あの動きました、頑張って。そうなるが結構止まってずっとこう端っこの前の方で打ってるタイプの人なので、両方とも止まってたらあれなので、こうおとりと言いますかターゲットと言いますか、こうなってあの動くってことを一生懸命昨日は結構あの意識して頑張りました。はい、なんだろう、動けば当たらないんですよ、相手の相手も。そのまあこの大きさがでかすぎるともうね無条件にねやっぱ当たっちゃうんですけど、まあ、最初そのあの一番最初の試合1回目の試合とかだと、まあ、みんなゲージが低いわけですよ。で大きさもそこまで大きくないから、そうあのたくさん動けば相手も狙いづらいんですよ、てか当たりづらいゲージに。そうなんで1回戦は私頑張って結構動くっていうのを頑張ったんで、そうまあね点ではね1点も取れなかったんですけど、そうそうそう取られた点も1点しか取られなかったんで、そうまあでもねあの点は1点も取れなかったですけど、まあ、当たってないわけではないので、これがその4枚割らないと1点にならないじゃないですか。だから例えば4枚あって3枚私が割ったとしても私の手にはならないので、そうまあ結構こうやって当たったけど、もう1回目の試合はとりあえず動くみたいなのを意識して、そう頑張りました。なのですごいねやっぱね、なんだろう、なんか1回目の時って緊張するじゃん、もう未知だから。だけど2回目は今回は割ともうなんだろうな、なんか総合優勝はもう狙えなかったんで、あの時点でどっちかというとビリ争いだったので、もう楽しく行こうぜみたいな感じで言っとったんですよ、メンバーと。そう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 、楽しく行こうぜみたいな。そしてめっちゃ楽しんだらすごく点もやっぱりね、ある程度ねプレッシャーがない方が、なんだ楽しんだ方がいい結果はもたらせたかなっていう感じにはすごく思いました。なんですごいなんかその決勝うんちゃらかんちゃらがなくって、ビリ争いぐらいしかなかったので、まさかのね結果でね、まさか決勝のさ総合優勝が A は K だったじゃないですか。まさかのその総合優勝の A は K がビリ、あのその試合の今日の試合だけのビリ争いをして、総合ビリを決める4と B が1位争いをするっていう、こうなんとも不思議な感じにはなったんですけど、あのなんだっけ金沢でしたっけね、旅行をゲッツできたっていうことで楽しみたいなと思います。そうそうそう、イエー、そうなんですごくいい感じでしたね。まああとはねやっぱね、そうですね、バランスが良かったのと、そうですね、あと私がペアナルだったですけど、そうナルがねすごいいい感じに点をたくさん取ってもらったので、なんかナルのケージが結構なんだろう、もう満タンとか全て割と強いっていう感じだったので、そうそのファンの人のおかげで2人とも、私も強かったですけどナルもすごいもう満タンで強かったので、やっぱそれはねやっぱねすごい高いなって思いました。ポイントっていうか、その勝つための手段一つとしては、そうやってる方もねやっぱあれが高いとテンション上がるんですよ。そのファンの人が頑張ってこう何々上げてください、例えばダンス上げてくださいって言ったらダンスをバーって上がったりとかするじゃないですか。そうするとねやっぱりねこう
やっぱやる方も楽しいですし、そう、すごくね、とっても良かったですね。そう、2回目も決まる。なんか2回目はすごい、なんだろう、なんかすごい特殊になって、監督とコーチみたいな設定があって、監督がキャプテン、チームキャプテンで、コーチが、私の方だと七瀬ですね。七瀬うまいのかな、わかんないけど、ちょっと私七瀬の試合見たことないけど、まあ、七瀬がコーチっていうことで、多分毎回どっちかが出るって多分ことだと思うんですけども。そう、なんかそういう仕組みに変わったらしいです。でも第2回もあってよかったですね。すごい嬉しい。 何が基準で選ばれた、そんなひどいこと言わないで。あ、これがうまいからじゃない、喋りが、トークがやっぱり、波動って結構 MC でつなぐことがすごく多いじゃないですか。やってる戦いだけじゃなくてみたいな、そのやっぱり合間合間でつなぎでトークしてるから、やっぱり七瀬は喋るのがすごい上手いし、多分誰よりも一番、のバラエティ経験してるメンバーじゃないですかね。千葉テレでも MC やってますし、テクテク散歩とかもやってますし、いろんな、なんだろう、こう、何、多分一番、それこそオルガン坂でもレギュラーだし、多分誰よりもレギュラー持ってるし、すごくバラエティーとかトークにたくさん出て、たくさん経験があるから、ああいうのって全部場数なんですよ、結局。自分がどの立場でどういう風なっていうのを理解して発言するっていうのが必要だから、多分それね、すごく バラエティー慣れされてるから、多分そういうトークとかの面白い波動以外のこの花のあれで多分人選されてるっていうのもあると思います。七瀬喋りうまい、うまいですよ、うまい、うまい。やっぱり七瀬とか関東メンバーはね、やっぱりうまいなって私はすごく思います。バラエティとか、やっぱバッチ行為が大きいのかな、わかんないですけども、ずっとやってるじゃないですか、あれ。すごくうまいなって思います、みんな。関東メンバーはたくさん出てるだけあって、すごくうまいですし、スタッフさんとかもやっぱりうまいって言います。そのうまいっていうのが いろいろあると思うんですよ。このなんて言うんだろう、 MC として仕切る側のうまいか、自分のこういうキャラでこういう立ち位置でっていう、こうボケる方の、そのタイミングだったりセンスだったりがうまいっていう人とか、まあ、いろいろ、そのうまいにもたくさんやっぱ種類があると思うんですよ、バラエティだから。そう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 、そういうのはうまいと私はすごく思います。関東メンバーはやっぱり長年バッチコイとかそうやってるだけあって、関東メンバー、関西メンバーはやっぱうまいなってすごく思いますね。私的に MC とか見ててもこう、とっても面白い、見てて面白いっていうんですかね、ですごく思います。なんで、まあ、また波動出れたらいいですね。あんま期間が空くとあれなんで、ちょっとね、ぜひって感じですけどね。ぜひ、またすぐ呼ばれたいですね。どうなんですかね、わかんないですけぜひね、本当に。まあ、金沢って何が有名なのかちょっとわかんないですけど、でもなんかご飯が美味しいって聞いたんですよ。そう、ご飯が美味しいみたいな。なんで、まあ、金沢の旅費はね、出してくださるので、ご飯はちょっと楽しみ、食べること大好きなので、やっぱちょっとご飯楽しみに金沢行っちゃいたいなーって思いますね。あ、そうじゃん、七瀬あれもやってんじゃん、お天気お姉さんみたいな。ってか七瀬ってレギュラーめっちゃ持ってるんだね、そう思ったら。すごい、すごいね。確かにテクテク散歩も持ってるし、
テクテク散歩、バッチコイ、オルガン坂、お天気お姉さん、4つも持ってんだ。すん、あ、それでこの波動もさ、そのコーチだからさ、もうほぼ何レギュラーじゃん。そうだよね、なんか何曜日レギュラーみたいな感じじゃん。5つだよ5つ。え、こんなに持ってる人いなくない？ AKB で今一番じゃない多分。一番じゃない AKB で多分ね。すごい、わあ、すごいですね。千葉県が強いですねやっぱり。すごいですね。私も香川で仕事したいな。香川で仕事したこと、うーん。うん。あれですけど、うん、ちょっとね、うん、うんって感じですけどね。頑張りましょう。お天気お姉さん似合いそう。ち、あー、似合うかもしれない。見た目はね。見た目はね、すごく似合うと思いますよ。自分でも思います。テレ東あたりで、あ、そうですね。私テレ東さんにも全然出てないんでね。出てみたいなと思いますね。テレ東さん一回名前が変わったじゃないですか。で今2個目の名前になってますけど、出てないですからね。1回目も今のやつも出てないですけど、1回も出てないですね。さよならモーリーさんにはね、何回呼んでもらったかな。あれね、収録がね何本撮りって決まってるから、ちょっと本数で言うと分かんないんだけど、その収録に行ったのではね2回かな確か。そうね、収録に行った回数で言うと2回かな。ちょっとね、何本っていうのはね分かんない。その日によって本撮りの数違うから、そうそうそう、ちょっとあのあれなんだけど、2回行きました。でもさよならモーリーさん2回出させていただきましたけど、出させていただけるって思ってなかった。まあこれはね、本当タイミングがよく、その普段出てる選抜の方とかがちょっとね、お仕事で舞台だったりとかお仕事で出れなくて、でいろいろこう出したいメンバーとかもいろいろこう舞台とかうんちゃんかんちゃん重なって出れなくて、周りに回って私に来たんですよ。だからすごく嬉しかったです。それは運が良かったなって、個人的にとってもありがたくて嬉しかったですね。あの私 AKB のビンゴの時全然出てないんですよ。ビンゴの時本当にマジで全然出てなくて、そうで、なんか昔エイトのなんか番組みたいなあったんですよ。知ってるかな、あったんですよ。なんかパーカーにショーパン履いてた、あのなんかこう数人とかがよくさ歌ったりとか、あのやってたやつあったと思うんですけど、あ、そうそう、ブンブンエイト、そう、あれあったんですけど、あれもね、私あの1回しか出てないんで。1回しか出てないんで、そう、レギュラーメンバーの入れ替わりで1回だけ出たことがあったぐらいなんで、ほんとバラエティねマジでね出てないんですよ私。だからさよならモーリーさんがあの2回続けて出させていただいたんですけど、2回続けてね出させていただいたのはね、いやーマジで私からするとね、幻を奇跡かなってちょっと思ってるんですよ、もう個人的に。いや本当にそんなにさ、バラエティに呼んでもらったことがなくて、そうだからなんかうえーってあの個人的にとってもすごく思いましたね。でもみんなでも思うでしょ、今までだってさバラエティ全然呼ばれなくてさ出なかったがさ
さよならもりちゃんさ、2回連チャンでさ収録行けたってなるとさ、え、すごくないってなるでしょ。ねえ、まあ、全然わかんないけどね、バラエティーのことは全然わかんないけど、でもそうそう嬉しかった。また呼んでください、また呼んでください、お願いしますまた呼んでください、お願いします。そう、私 YouTube 立ち上げるないんですかって、 YouTube ですか、ないですね私は YouTube はないです。自分でやろうとは思ってません、今のところ。はい、なんでかって言ったら、その動画のネタを考えたりとか、動画を撮りに行ったりとか、動画を編集したりというすることがとても苦手だからです。ちょっとめちゃくちゃのインドアな人なので、あんま外に出るっていうことを本当にしない。なんか人の YouTube に出るとか、仕事で YouTube でうんちゃらかんちゃらっていうのはすごい好きなんですよ。だから私ナルトチャンネル出させてってずっと言ってんの、うちなるにさ、ナルトチャンネルにさ出たいんだけどってずっと言ってんの、うち。ほんとね、なんかそのチーム4でナルトチャンネルテレビ入ってた時とかあるんですけど、私ね、スタート同ポジなんですよ。ということはナルトチャンネルだから、スタートナルが揃ってないとダメなわけじゃないですか。ナルトスタートでポジションかぶってるから、そのナルトチャンネルのチーム4の時2回あったんですけど、私どっちも出てないんですよ。私だって出ないんで、そうで、めちゃめちゃ鼻炎なんだけどってなるにも言った、出たいんだけどって。だからなるのサブちゃんみたいなんで、あの4人でさワンピース見に行ったやつ、あれにはね初めて出させてもらったんですよね。ピース、そう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 、だからねすごいね嬉しいって感じ、嬉しいって感じ。そう、でもなるにね、ナルトチャンネル出たいってね、うちめっちゃ言ってんのよそう、なんか人のね出るのはすごく好き。なんか TikTok とかも誰かメンバーとかが撮ろうって誘ってくれる感じはめっちゃ好きなの。でも自分で始めようかとはちょっとあんま思わないな。あんま得意じゃないんだよな、そういうの。そうだから始める予定はねとりあえずない。でも人のは見てる、うん、なんか見るためのは TikTok って感じ、一応。なんか人のに映り込むのは大好き。今誰か誘って TikTok 撮るとき TikTok 撮ろうって全然いいよっていう全然いいよっていう。VR のタコパ企画はてんてんが考えてるの。あ、そうですよ、私が監督なんで、私があれしやした。そうっす、そうっすめっちゃ大変だよね。いやそれなマジです。あ、岡山の金箔とか出てみたいな、私見てたよ。セリちゃんは YouTube より TikTok でしょ、多分編集がねあれだと思う。そう、なんかね、え、もう1時間経った、そんなわけないか。
あれ、あ、全然経ってないじゃん。え、15分ぐらいしか経ってないわ。わあ、目おかしいね。目がおかしい。1週間ぐらい経ったんかと思ったしちゃう。え？と思った。やばすぎやね。10分ぐらいし、15分、11分だから30分ぐらいしか経ってないわ。どういう目ん玉してんねんやろ。バチコイに呼んでもらうしかなって、バチコイもう呼ばれなくなっちゃったん。でも最近ね、なんかナギとかカレンちゃんとかハットリとかが呼ばれてるのは見ますね。あの辺のメンバーよく呼ばれてるね。前うちらが出た時もあのメンバーね呼ばれてたんよ。そうで、なんでこの話になったんか忘れた。あ、そのコメント読めたら話がどんどんずれてて、じゃ戻したとして、そう、波動ね、とりあえず皆さん本当波動優勝することができたんでね、本当皆さん昨日は協力してくれてありがとうございます。なんか多分やけど、なんかその昨日も MC とかで言っとったでな、 K のファンの人とかもね、もしかしたらそのちょっとね、あのなんだ、加算なんていうの、協力してくれたっぽい気がするから、そう、あのもしこう見てる系のファンの人がいたらね、ありがとうございます。本当にすごく昨日はレベル初回とは全然違く楽しかったです。なんか初回はやっぱ緊張してたっていうのもすごくあって、でも今回はそのなんか緊張もしてたんですけど、でもやっぱ楽しかったですね、何よりも。そう、もうなんか1位も狙え、その総合でね1位も狙えないし、もうじゃ楽しくやろうぜみたいな感じで結構楽しくもやってたし、自分がそのなんだろう、ね、自主練習に行った成果も割とこう発揮できたんじゃないかなというふうに思いまして、はい、すごく良かったですね。しかも私なんか全然さ、なんか最下位じゃないのにさ、大森ちゃんと私だけなんか罰ゲーム食らわされたっていう、なんか謎のね、そう、謎のなんか意味がわからん、もうね、本当に。本当にでもね、昨日の試合こそね生で見てほしかったよ、みんな。昨日ファンの人当たらなかったんかな、うちのファンの人全然いなかったんですよね、4席のとこに、あのなんか違う席のとこにいるよみたいなコメントを昨日くれてた人はそう見つけたけど、4席全然うちのファンの人さいなくてさ、そう、え、今日実ファンの人来て当たらなかったんかーいっつって、ショックだった。シールドとかうまかったね。そう、私ね第1回目の時シールド貼るのめちゃくちゃ下手くそで全然貼れなかったんですけど、今回ねなんかシールドを頑張りました。そう、なんかね外れたのね、めっちゃショック。なんか全然うちのファンの人いなくてさ、宝石見てもさ全然いないから、もうすんごい悲しかったわ私。そう、いえ全然いないやんと思って悲しい。だからね、ボール集めるじゃないですか、私ねボール全然集められなかったの、本当に申し訳ないって思った。そう、なんか途中でさボールを集めに行くじゃん、1回目はねまあまあまあそれなりにくれたのみんなね。でも2回目よ、2回目最後の試合の時にその170個とか集まった時か、もうねなるがね一番集めてて、で次お、あの長友ちゃんが一番集めて、私めっちゃこんだけしか集まらんかったんよ、こんだけファンの人がさこれぐらいしかうちにボールくれなくてさ、もうさうちは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだった、すいませんすいませんと思いながら。そう、なるとかこんなんだったの、こんなんで、長友ちゃんもこんなんだったし、ゆりなこんなん、私のファンの人全然いないからくれへんかった。くれた人もおんねん、こんだけは集まってるから、くれた人もおるんやけどめちゃくちゃ少なくて、なんか本当に2人ともめっちゃ集めてきてくれてたのに、なんかうちだけこんだけしか集まらへんくてさ、そう、ごめんなさいって感じ。
なんかね、こうやってさ、みんなにさ、ください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 って言って、もう言ってんねんけどさ、あーあーみたいな感じで、あーあーあーショック、そう、くださいくださいって、私時間が決まってるからさ、とりあえずさ、いろんなとこ行ってさ、もうもらわんとと思って、ください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 って言ってんねん、もうくださいください言うてたんですけど、全然くれへんかった、ごめんブサイクで、うん、私がもうちょっと可愛らしければもっともらえたかもしれへんのに、ちょっとブサイクやったからもらえへんかった。ちょっとね、私前髪上げてたからな、私ハドの時大、あのね、ハドの時はほぼ 100% の確率で前髪を上げてるんですよ私。そうだからね、ちょっとね、顔がね、きつかったのかもしれないな、ちょっと前髪がある方がもうちょいプリティな感じになったかもしれん。でも波動するとさ、ゴーグルでさ、前髪がこうベシューンってなって死んじゃうんですよ。そうだから前髪いつも上げてるんですよね、波動の時2回とも上げたんですけど、そう、そうするとね、やっぱちょっと強い女みたいにさなっちゃうからさ、ちょっとね、ちょっとショックだな。まあ言うてどうせ多分これからも前髪上げると思う、波動はね、波動はもうやっぱガチで言ってるから、ちょ前髪邪魔やねんってなる前髪邪魔やねんってなるんですよ。そう、もう勝ちに言ってるから、前髪上げてそ、ね、その視界良好にねするために前髪上げてるんですよねそう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 、そうなんですよ。そう、勝負やから、ガチンコよあるでって感じ。まだ時間が空く前にね、出たいですね。波動楽しかった、昨日はマジで楽しかったわ。よかったよかった、筋肉痛やったけど昨日筋肉痛めっちゃ痛かったけど、そう、超楽しかった。いや、何よりね、やっぱりね、ファンの人のそのゲージ、その投票してくださるゲージがすごく高くて、そう、なんか1回目の時もうそれなりにいい感じにこうバーって皆さん、やっぱ最初だからまんべんなくくださって、で次こう何々がくださいみたいなって言うじゃないですか、それを結構バーンってくださったりとかしたから、そう、なんかゆったんに対してファンの人がすごく答えてくださったのがすごく嬉しくて、そう、1回目の時ね、なんかやっぱ何々くださいって言ってもなかなかあんまり上がらんくて、そう、そのなんかゲージみたいなのがあんま上がらなくて強くなれなかったんですよ。で相手がね A で7さんとかだと、もう7さん2試合目からマックスとかだったから、そう、どうやって勝とうみたいな、そう、だからなんか、そう、その時、そのなんやろうな、昨日はすごいショールームでもめっちゃうちが言ったっていうのもあると思うんですよね。それにちゃんと答えてくださったから、ファンの人がその言った時に、その1回目とは全然違うそのあの反応がしてくださったのがすごく嬉しくて、それがね、またちょっと楽しいものの一つにも加わりましたそう、やっぱさ、強いとさ、まあ分かりやすく、例えば大きさが大きくなるとさ、避けてもさ、もう当たるわけよ、だってでかいもん、めちゃくちゃ、もうこんなんやったら基本的に当たるみたいな、そう、やっぱそうなるとさ、やっぱ楽しいわけですよ。そう、だからもうすごくね、嬉しかったですし、1試合目のその最後の試合ですねの時にシールドをちょうどね、ナルが結構攻めな感じで行って、じゃあ防御ってことでシールドを
昔あの1回目の時私シールド本当貼るの下手くそすぎて基本攻め姿勢で行ってたんですけども、今回もね割と攻め姿勢で行こうと思ってたんですけど、ちょっとこう割合とか見てちょっとシールドもあった方がと思って、そうシールドをお願いして、で玉的にねあのカチコチシールドをあの使うことができてですね、自主練の時にその教えてくださった、まあ、お兄さんがいらっしゃるんですけど、そのお兄さんがそのシールドをあれカチコチシールドやった時にその20秒間だけあのカチコチになるんですよ。だから一気に、でしかも今回ルールが今まではこのタッチして20秒間だったんですけど、今回1枚目貼るともうその1枚目からカチコチシールドになんかなったんです、なるって変わったんですよ今回から。そうだったらしくて、そう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 、それをねその本番の直前で、あ本番の直前の練習の時に知ったんですけど、そうそうそう、でもなんかその最初にシールドがマックス5枚がある時はカチコチシールド、ちょっとねあのカチコチシールドって今まで結構レベルの高い難しいって言われてるものだったんですけど、結構メンバーとかみんなもよく使ってるんですけど、5枚全部バーって貼っちゃった方がバーって貼って、で最初にもう攻めて攻めて、後半はもうシールドが何にもないから逃げるに徹する方がいいよって教えていただいて、なんで今回そのシールドをお願いした時にそう1からマックスの5までだから4段階ファンの人が上げてくださったんで、そうあじゃあこれはカチコチシールドを使った方がいいなと思ってカチコチシールドをあの私が使わせてもらって、そう最初に全部5枚バーって貼っちゃって攻めても後半はもう逃げる。ただねあっちのねその玉のでかさがでかすぎて逃げるにもちょっとなかなか大変でかすぎてさ、こうもうどう逃げても大体当たっちゃうみたいな感じだったんですけど、でも前半攻めて後半はもう逃げるだけみたいな感じにするっていうあのこう教えていただいたあの感じをちょっと実践することができて、ちょっとね私的にねすごく良かったです、すごくね良かったです。シンプルに筋肉痛になるのは覚悟してください。なんか普段から僕はとっても鍛えてる人ならよりと思うんですけど、普段基本的に僕は鍛えてませんって人だったら絶対次の日は筋肉痛っていうのを、止まった？あれ？どうかな？動いたかな？また。どうですか？動きましたか？動きましたか？ああよかった。なんだろう Wi-Fi が切れちゃったのかな、ちょっとわかんないんですけど、もう一回ちょっとさっき Wi-Fi つなぎ直してきました。はい、なだけで、まあそう普段鍛えてない人は絶対筋肉痛になるんで、まあ筋肉痛になるっていうことを覚悟で波動やった方がいいです。あとね体力ない人はね多分ねワン試合で疲れる、でも体力つけるって分でもいいかもしれないです。でもねしっかり動く戦いって方をするのであれば結構体力も消費します。結構汗もかく人はかくし、そう結構ね動くので、あのいっぱいコート使って動く人とかは結構ね汗が本当に かくですし結構疲れますんで、あの楽しいと思います。いい運動にはマジでなるかも、筋肉痛と、いい運動にはなると思います劇場とどっちが体力使う？いや もちろん劇場やろもちろん劇場やろ、劇場歌って踊ってるからね、そらもうしんどいわ、そらもうそっちの方がしんどいわ、もちろん絶対的そうよ。なんならもうオープニング、サムネイルのオープニング
とって比べられてももう断然オープニングやね。それこそ1曲目の月中と波動1試合どっちが疲れるって言ったら全然月中の方が疲れる。全然月中の方が疲れる。だって波動別にさずっと歌ってるわけじゃないからね。そう、公演はね歌って踊ってるからね、それがしんどいんですよ。声ずっと出してるから。波動も声かけとかはあるリアクションとかはあるけど、でも常に出してるわけじゃないじゃないですか声を。そうだから全然波動の方が簡単ですけど、そうパーティー公演と比べたらもうパーティー公演覚えてないよ。どんなんだったっけな。でもわもう覚えてない、何年前って感じなんで覚えてないです。パーティー公演覚えてないな、覚えてないわ。パーティー公演か、全然覚えてないな。パーティー公演ね、全然覚えてないわ。いや昔の自分だ結構全力で頑張ってたんですけど、ま、今ねやると楽かもしれない。だってなんでかって言ったら昔は体力がないというか耐久性がなかったので、それに対する結構疲れてたと思うんですけど、今はもうやっぱアイドルね、伊達にね9年目じゃないので、多分全然疲れないと思います。多分絶対サムネイル公演の方が疲れる。そうで、パーティー公演は何がしんどいかって横腹が痛くなる。よくパーティーこのね、これのこれがね、この横腹がねよく痛くなってましたし、公演前にさご飯とか食べるじゃないですか、食べてのパーティー公演だとね横腹めっちゃ痛くなるのよ。この横のさ、この腰の動きっていうんですかね、横腹がよく痛かったなとか言って。すごい思いましたね。そう、なんかご飯食べたんすぐとかやるとマジでつって途中でなる。あとパーティー公演はね、何が大変かって歌割りが結構細かかったことがすごく大変だったね。そのパーティーダラララララララパーティーででででででで全部そのパーティーまではあれパーティーの言うのもその前半後半分かれてて、その下の歌割りも決まってたから、昔はアイドル成り立てだったんで、あのねなんかね歌割り覚えるのがすごく大変だった。全部歌わないっていうのが、今思ったらそんなことはないんですけど、そのやっぱ成り立ての頃は全てが初めての経験だったんで、すごい難しかったなっていうのをまあ覚えてますね。何回だって恋をする公演も大変や、もう何回だって恋をする公演も覚えてないもん。さかがり足で地面を消えて太陽がぐるりと回った。ちゃっちゃ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 。こんなんだね。さパーティー公演じゃなくてさ、南海公演のさ坂上がりのさ、ここが難しいな。じゃん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 。これマジでまずい。タイミングの意味がわからん。どれが正解って思ってたもん、うちら。あれ全部地起こしなんですけど、もうどれが正解かわからん。あと何がむずいか、A メロ。あ、そこですよ。なんだっけ、歌詞出てこないや。なん、違う。違う。な、違う。な、なんだっけ、歌。何年間ぶりに来た、違うな。校庭の隅に、かな。懐かしいねこの鉄棒かな、合ってんのかな。タタ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 タ
たふりセミナーを声が思い出させる、ふん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 なんだっけ、逆上がり少し大人になってかな、違うわ、あ歌詞が全然出てこなんとさらでなるで、あの日の男の子みたいな、後半だけ振りがなんかすごい急にさ、なんかめっちゃ踊るやんみたいな振り、わかる、わかる、こういうやつ。ゆいきの歌詞間違えてたんだ、だって間違えてたんじゃないよ、忘れてたんやで、いつも成功したことないから。なんかさ、リハはさ絶対さ歌えるのにさ、本番毎回忘れんねんな、歩き歌詞飛ぶねん、なんでなんやろね、マジで出てこん、なんやっけってなる、なんだっけな、筋肉を触らせてよどんな感じなのか、興味があるのよ男の子って不思議だねかな、一番最初は違うかな、そんな感じだった気がするよ、忘れたー、合ってんのかな歌詞、あ合ってる、あ合ってたって合ってんかい、そういつも出てこないんだよねなるとやってほしい、あなるはね私とね同じポジションだからね、ちょっとキビティ、ちょっとキビティですね、あれなるって私と同じポジションだよね、そうだよね、だってさ小田がさあのワルキーやってたじゃないですか、あえいやどっちでも、多分最初はそうだったよね、でユニットだけ途中でね、あの小田ペアはねシャッフルしてたけど、でももともとね多分、あ違うわ、かぶってないじゃん、そしたら小田が悪気やってるんだった、じゃあ逆だ逆、小田が途中で悪い、ええ、ちょっとどっちだ、いやなるが好きとみ、どっちだっけ、なるちゃん昔間違えてた、だってそんなね、間違えてたとかねあんま言わない方がいいよ、ね、間違えたのってね一番自分が分かるから、そうあのね分かってんのよ、間違えたのことぐらい分かるのさ、自分でも、あ間違えたなって、引きずる子は引きずるからね、やめてあげてね、私は結構間違えたことをすごく引きずって気にするタイプの人なんで、たまにコメントとかで今日間違えてたねわらみたいなの来るとすごくへこみます分かってるからね間違えてるのは、そう、そう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 両方やってるの？なる。わかんない。どうなんだろうね。でも私あれは歌えないわ。なんだっけね。虫のバラード。低すぎ歌。A メロとかなんだっけ、全然出てこないんだけど、なんちゃらかんちゃらうんちゃらかんちゃらみたいな。なんだっけ。なんとかしゃんとか全然出てこない。俺は一人で、俺は一人で何俺は一人で激しい雨の中ずぶ濡れなんちゃらかんちゃらでしょもうメロ出てこんからダメよ私、あれはね低すぎて出ないよ、私あのキーめっちゃ苦手だからね無理、こんな時代にでしょ、何を信じて生きていたらみたいな、ちょっとメロ全然わかんないや、ごめん遊ばせよう、だから低音が得意な人とペアを組まないと私はちょっときついかもしれない、
虫のバラードがちょっとリズムが分かりません、すいません。聞いてみたい、今歌ったよちょっとなんか違うかったけどちょっと音程違うかったけど、あともう一つだよね、なんか君は僕だか変なとこが似てるか、なんとかしゃん上手に、なんとかしゃんでしょ9割なんとかしゃんだから、うちの場合わからないのもんね、ねずむじ。9割分かる。何があったんだろうね、なんだろう、セットリスト。あれも結構きつかったよ、逆にね、あのあれなんだっけ、あ、振りしか出てこない、なんだっけ、あのあれよ、あれ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 、頭3曲目みたいな、頭3曲目ぐらいの歌のやつ、あ、なんだっけな、じゃん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 、このやつ、じゃ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 みたいな、じゃ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 、隣に住まあったみたいな、ちょっともうメロが怪しいわ、なな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 、ドドドドド、大人になって、違う、大人になった、違う、なんだっけ、君が眩しくてみたいな、二回恋をした僕の腕のな、胸だっけ腕だっけ忘れてた、中でか、ねぬねぬぬ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 、あねぬぬぬぬぬぬぬ、切なくなるんだ、何も言えずに、これがねきついの、なんかね、多分ね、肺活量がないせいなんだと思うんだけど、ここきついの。苦いな、僕の腕の。なんだっけ、さっき何歌ったっけ、うち。そう。そう、そう、そう、そう。切なくなるんだ、何も言えずにって、意外に高いのよね、ここが。そう。ね、結構ね動いた後だとねきついの出ないってそう、あでも一番南海公園で一番きつかったのはサステナブルだね、あのあれなんだっけ、タラッタラーってやつ、あめちゃくちゃきつかったよあれは。しかもさサステナブルさ真ん中ぐらいか後半ぐらいなの、曲がもうねきついのさ体力的に、なのにあのさ伸ばしのね長さめっちゃきついって思ってましためっちゃきついって思ってました。でももうあれ変わったけどね途中で、なんだっけスカ違うポニッシュとスカヒラと成功到底に変わったんですよね。そうでも最初の方はねやってたからきつい。でもスカヒラもむずくない？低いのよ A メロが。偶然のいたずらであなたとすれ違った、スカヒラ音程取れないの。てか最近ねなんかさよく聞く歌ですらなんかちょっと音程取れないんだよね、なんか私の音感ちょっと最近吹っ飛びすぎて、なんでなんだろう、なんだっけな、そうそうそう、あたしの通りどこ、一瞬の出来事が
か未来に悔いを残すペインかねえ神様もう一度時をリセットしてくださいかな歌わり。そうそっちだ私。でもあれもむずい、ジタバタ、ジタバタもむずい。何言って、ジタバタ低いのよ音が。そうなんだっけ、なんだっけ、あのねジタバタなんだっけもう出てこないの、なんだっけ、あれたちはこのままでいいのかいか、あの頃の情熱をもうなくしたというならそれでも構わない。このねわないが一番ね合わないの。なんとか立ち上がるみたいな、最後のこの状況でも生き返るここにいるのは、これ自分歌うっけ、運命いてる、歌わり忘れちゃったよねそう、しかもさ片手の振りがよくわかんないんだよね、両手だとねわかるんだけど片手でやると何やってんのかわかんなくなっちゃう。ないの。さあもう一度そう奪い返せよでしょ、ここで好きでやるしかないだろう、転がりながら泥だらけになって大事な日が思い出すんだ、判断しない嘘になるな、嫌なこと嫌と言えジタバタ暴れるしかない、チャラチャラチャラチャ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 、土砂降りの雨か粒濡れのまま殴りかかるしかないか、低いのあの曲もうむずい、キー低いのほんと苦手、安定しない、安定しないのよ。まあでも高すぎてもしんどいんだけどね歌えないってなっちゃう。あたり公園ね、あたりたしね、でもできそうだけどね、なんか最近二人公演また復活してんじゃん。そう今忙しいじゃん、そのさコンサートのさレッスンとかで、だからその今日人が集まらないからさ、低い曲が苦手って意外とね、だほんと、あ地声が低いからじゃないよ多分、地声が低いから低い方がに得意そうと思ってで得意じゃない、な高いのも出ないんだけど、私裏声使えないから限界がある、あるんでちょっとあれですけど、低いのなら出ないんだよね、おーおーおーってなっちゃうそうむずいよね、そうなんですよね、歌声はねちょっと高いんで低い歌が苦手な、南海公園ってさ一番低いのやっぱ逆上がりだよね。あとねポニシのね、ポニシのさハモリいつも釣られるんだよね、2人しかいないじゃん、普段やってる時ってさ何人もいるからさ半分半分じゃん、でさ2人ってさいつも釣られちゃうの、どっか行くのどっちだっけな、うちの人ポニーテールって歌ってる人ってどっち、ポニーテール風の中君が走る僕が走る砂の上かな、違うな音が違う、砂のどこすどこだ、これも練習だわ、君が走る僕が走るすどこだ、私わかんないわ、聞かなきゃ、聞いて練習しんとこういうのはできんのんですよ、だからあれすごいと思う、過ち過ちならばあの頃に戻りなさい、過ちでもそもそも曲あんまり知らんからちょっと
知らんかったから難しいけど、そう、あやまちなーらばー、どこやろ低い人の歌音程わかんない、あやまちなーらばー、あの頃に戻りなさい、低い方がわかんない、低い方の音わかんない、待ちなーラッパー、いや無理だ、あらどこだろう高い方しかわかんないや、冷静に嘘をつきましょう、でもさ、過ちはね、A メロが低すぎるの、やってない、あの音おっかな、なんだっけ、ショートグラス、わからないよねどこって感じ、そうちょっとわかんないな、だだ出てこない、メロ出てこないから何も出てこないわ、そうなんかね、でもね、だからあれは歌いやすいよ、あの全ては途中経過、人生は何度でもってゼロから始められる、このキー歌いやすいと思う、どんなマイナスも、ここの木は割と大事じゃないか、そう、ただひび割れた鏡はちょっと高い、ひび割れたはずの鏡、違う、ひび割れたはずの鏡同じように、覗いてもが高いんですよね、で落ちサビが高い、ひび割れたその鏡同じように覗いても裏声が出ない、そう、優しい言葉はずっと覚えてる、時がどれだけ過ぎてもいつも練習するけど本当は多分上手くない、優しい言葉はずっと覚えてる、時がどれだけ過ぎてもててててやから、でも私が一番好きなのはこの次ですよ、なんだっけななななててててぬくもりたたた、思い出せないのはどうし、どんなリズムだっけ、やさ、違う歌わんからさ、もう全く聞いてないから、私音源聞かないと音程取れないんだよな、ぬくもりちゃ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 、思い出せないのはか、どうしてでしょうか、ここが一番好き、あーここが一番好き、この歌割りが一番いい、一番良くない、この歌割り一番好きなのよ、一番好き、いいよね、あーこの歌り一番いい何が一番好きかって、このあーだよね、そうこのね、あーがめっちゃいいんですよ、はい、そう一番このアーがいいんです、そう難しいからね
いいよね。全ては途中経過はね生誕の時全然うまく歌えなかったんだけど、マジで辛すぎ、はあ、ショックだったわ。なんだっけ、自分の歌り忘れたわ。なんだっけ、メロ出てこないひ違う、太陽は昇りだから夜明けは静かにか、そっちだよかね、出なかったいつも練習するけどうまくたね。夜明けは静かに、そっと反射、違う、夜明けは静かに、なんだっけ、そっと近づいてだ、新しい希望と勇気をくれるんだ、ダダ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 すごい表紙だよ。つんげー、え、すごい、ずんちゃんと大森ちゃんのグラビアだし、下尾のソロ関東グラビアだって、すげえ。大人になったみゆがより、何これ、漢字読めない、てか潰れすぎて読めない、なんとかに、なんとかやにって書いてる。すんげえ、すごい、エイトメンバーめっちゃ出てんじゃん、すんげえ。私ね、今回のね、あれですよ、今年の夏は全然グラビアやらんかったんでね、1個しかやらんかったですね。去年は 何個かやらせてもらったんですけど、もう需要がなくなってしまいました。悲しい。よし、さ、そろそろ終了にしよっかな。1時間15分ぐらい配信したんじゃないかな。オッケー。明日は15分配信です。明日は15分だけ配信します。明日はね、お仕事なんですよ。私朝ね、めちゃくちゃ早いの、なんと5時台起きです。わー、起きれる気しない5時起きです。ピース頑張りますなんで多分夜ね、夜終わるんですよ。で帰ってきてたら、まあ大体多分今日よりもうちょっと遅いかな、今日19時11分ぐらいでしょ、多分帰ってないんですよ、その時間まだ。まあ、だから多分8時とか8時過ぎとか知らんけど、それぐらいにやると思うんだけど、15分だけに勘弁してください。なんで今日長くしたんで許してください。よろしくお願いします。よし、ランキング13位岡山さん、12位食べ過ぎ飲み過ぎさん、11位タカさん、10位ゼリーさん、9位ゆりこちゃん、ポニー何ポニーテールが宇宙一、ニヤニヤてんてんって何、すごい、なんかどう、似合うか似合わへんのかどっちやねんって感じやねTS タモさん、タモちゃんだ、タモちゃん、あー合ってる。7位しんどさん、6位しまやんさん、5位ヤングさん、ゆいなちゃんがまた勝つまで息を、これさ途中までしか読めないんだね、なんでだ。7
ね、俺なんで途中までしか読めないの？字数制限、字数制限まで息を私点々って何これ、え、字数制限、なんで読めないの、どうやって読むの、読み方わかんないんだけど。4位ナッティさん、3位マイマツさん、サムネイル公演楽しみだって、ありがとう。4位横井推しさん、香川最高でした、だろうだろうだろう。そして兄弟ちゃんメトープレスさんです、イエーイ、ありがとうございます。何、息を我慢するやってやって、あ、本当、息我慢すんの、死んじゃうよ、息してください、死んじゃうよ、息して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 、あ、息ってそっちの息じゃないんか、そっちの息じゃない、ね、ガチ息かと思ったわ、そっちじゃなくてあれね、あの分かるよ、あのあれでしょ、あれ、あの分かる、あのおたさん、おたさん用語でしょ、おたさん用語、そっちか、ちょ、気づくの遅かったわ、ごめんよ、ちょ、分かんない、一瞬ガチの息の方かなと思ったら違うね、そのあれでしょ、何用語ってのか分かんない、分かる、おたさん、おたさん用語なんか知らんけど、そういうあれでしょ、ネット用語でしょ。最近久しぶりにそんなさ、息がうんちゅんかんちゅんさ言っとう人をさ、聞かんすぎてさ、久しぶりに聞いたでさ、意味がわからんかったわ、すんませんよし